アトムが行くアプローチ修行の旅ということで始まりました。今日は福岡ライザンゴルフクラブで、ちょっとアプローチを、まあ、ゲストの方に教えていただこうかなということでやってきました。だいぶ上達したような気がします。でもやっぱり不安なので、これからもこの番組続けたいなと思ってます。よろしくお願いします。で、今日のゲストなんですけど、初の女子プロゴルファーということで、僕もちょっとドキドキしてます。可愛いです。ご登場いただきましょう。どうぞ。こんにちは今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、もうね、今日熊本、同じ熊本で地元が一緒で、あの、呼ばせていただきましたよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱ可愛い女子なんで、僕も緊張してます。すいません、今日一日よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。エッジから、エッジまでがここから、はい、6ヤードぐらいで、ピンまでがだいたい18、20ヤード弱ぐらいだったんですよね。今までの重永アトムだったら、はい、もう58度しか選択肢がなかったわけよ。で、今までこういろんなプロゴルファーの方に習ってきた時に、はいはい、やっぱりこの感じでいったらやっぱ52とか、うんうん、54とか56とか、やっぱりちょっとクラブのロフトが立ってる、はい、クラブを打つ人がやっぱ多かったんだよね。はい、で、桃子ちゃんの場合だったら、はい、どんな感じで打つんだろうなと思って。基本58と50なんですけど、うん、私は、うんうん、で58と50なんです。50なんです。で、間なくて、うんうんうん、まあ、もう50で転がす、うん、ピッチエンドランやって、うん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 、58もまあ転がしはやるんですけど、グリーンが遅かったら50使います、うん、ああ、じゃあグリーンの速さ、まあ、そのスピード加減でも違うってことね。速、はいはい、かった場合は58の選択肢もあるってこと。あります、あります。なるほど、はい。一回そうしたら、じゃあちょっと打ってもらおうかな。はい、この感じだったら、じゃあ何度どれで打つ？これだったら50だと思います。OK、OK。はい。おお。距離感いいっすね。まだ一発も、今日おはようショットだからね。うまいな、やっぱり。いやいや。ボールの位置とかはもう普通？ボールの位置はまあ。普通というかまあ。右寄りですね。ああ、右寄りなんだ、はい、それで右寄りなんだ、はい、なるほどなるほど。おお、やっぱいいですね、はい、じゃあちょっと待って、この58でも一回打ってもらおう。はい、58だったら、うん、もうちょっと右に置く感じ。置くんですけど、うん、距離、ま、キャリー出しますね、もうちょっと。おお、なるほどなるほど。ちょっと強かった。やっぱうめえな。これだって全然刺さんないです。このライで刺さんないですもんね。このちょっとこうぬかるんだというか、ちょっと下湿ってて。やばいですね。ね、はい、ちょっとシビアだよね。はい、よう球が乗るわ。すごい。こんな感じです。うま。ちょっとじゃあ俺の見てよ。はい。これだから俺だもう最近ね、これ今までだったら俺58度なんで、はい、うんうん、58度でもう多分もう桃子ちゃんがしたらえって思うぐらいだろうと思うけど、こんな中に入れるんよ、こうやって転がす時って。でも桃子ちゃんこれぐらいだったじゃん。 でキャリーを出すって言ったじゃん、はい、もうその選択肢は俺でないわけ、うん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 、もう綺麗にまず打ちたいっていうのが出てるから、もうこんな感じになるわけよ、はい、うんうんうん、でこういう感じで、も結構こういうふうになるわけよ、こういう止まっちゃうみたいな。そうそうそう。でもう見て、この全然ほらさっきと違うじゃん。はい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 。でだって58でもさ、はい、全然刺さってなかったじゃん。そうですね。ボールの位置はでも基本的に一緒だった。今一緒、もう50度と58度一緒だった、ほぼほぼ一緒か。まあちょっと58度がやっぱ右寄りになるのかもしれないですけど、少しこれピッチングはないよね、もう。あ、でももうちょっと近くて、うん、逆に。あ、じゃあもうちょっと前に行こう。ピッチング見たいよ、ちょっと。ボールの、もう普通、ボールの位置とかもさっきと同じ。そうですね、ピッチングも自体立ってるんで、そんなに置かないですね。うめえなマジで。基本やっぱほぼ一緒だよね。そうですね。全然変わらんよね。はい。なんかその振り幅もそうだし、別にコックを使ってるっていうわけでもなく、同じタイミングで全部してる。ほんとちょっとしたボールの位置が、はい、もうしかもほぼ変わんない、もうちょっとこう動くぐらい。そうですね、はい、
このオーソドックスってやっぱこういうとこっすよね。基本がやっぱちゃんとなってるっていうのは。この今打ってる場所がちょっと前に行ってさ、はい、ピッチングで打ってもらったんだけど、はい、ピッチングを使う時ってどういう状況の時使うの？まあもう本当にグリーンが遅かったりとか、うん、手前から奥のピンの時のアプローチとか、あ、例えば2段グリーンを駆け上がるとかね。そうですとか、はい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 、